わさびにハマってきてるんですよ。わさび、はい、これ言ったことだからなんて話なんだけど、前はもう玉ねぎ玉ねぎって言ってたのに、玉ねぎ一段落してもう玉ねぎはもう体の一部ですよ。そういうのはメガネみたいな、常に常用してます玉ねぎで。今なんか強烈にわさび食いたくなって。いやでもそれ奇遇かもしれないです。実は僕も、はい、ちょっとわさびの良さ知ってきてるんですよ最近。え本当に。いやなんかわさびっていうか、あの豚骨ラーメン食べるじゃないですか、うん、でそれにご飯ちょっと入れたりするじゃないですか。あそれね、うん、あれにわさび入れるとうまいなって気づいたんですよ。そめっちゃ最近気づいた。気づいたんですよね。 あれにわさびがうまいんだ。紅生姜とかじゃなくて、わさびがあるんですよあれ。あーなるほど、試してみたいね。いやこれぜひ。そうですね、あこれだけで来た甲斐あったかもしれない。いや驚きのうまさになる可能性あるよね。だってわさびうまいですよあれは。じゃでも俺だからわさびもね、うん、あの普通にスーパー行ったらこのね、このなんか植物としてわさびとポンと売ってんのかと思ったら売ってないのね。練りわさびしか売ってないの。あなんかあのこの入った SB とハウスとかの、うん、その生のわさびが欲しくて買い求めたいと思った場合、うん、普通に通販とかになっちゃうわけだから、とかちょっといいスーパーとかに行かなきゃいけないから、水がいいとこじゃなくて育たない。そう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 、うん、だから俺の中でちょっともうあのわさびの先を干しちゃってんじゃないかなと、うん、綺麗な水とか美しい空気とか、うん、そこに広がってる景色とかを、俺はちょっとわさびを干しちゃってんじゃないのかなみたいな。わさび食べることでそれ、そうそうそう、得ようとしちゃってんじゃないのか。玉ねぎの先にはもう豊かな栄養のねある景色があったわけね、うん、ここには。でしかもわさびは、あ、わさびじゃない、玉ねぎはね別にそんな置いといてもね結構日持ちもするし、生命力に溢れてるわけ、うん、生命力を求めてたわけね、きっとね、まあ、玉ねぎの先に、うん、だけど、わさびの先に俺はついにそういう美しいものを求め始めて、大自然っていうか、そうですね、ついに俺はまた次の段階に行くんじゃないのかって俺思ってるんですよ、今、わさびとともに。わさびって映画ありましたね、どういう、あ、広瀬さん、広瀬さんと、なんかありましたね。あれはどうですか、北川監督としては。ちょっと見てないです。見てない。私も見てないんですけど。あったなと。あったな。こういうの言っちゃうじゃないですか、言っちゃう、この年になると。あのフィルターがね、フィルターがガバガバだから、ガバガバだから、それ面白いのか面白くないのか分からなくなってきてるね。行った後面白くないなと思ったんですけど、行っちゃったんですよね。さっきちらっとデリーズで喋った時に、北君があのもう最近いろんなことに気づかなくなってるっていうことに最近気づいたの。いや本当そうなんですよね。この間の家帰る、まあ当たり前ですけど家帰るじゃないですか、うん、それで、あの、服パーッと脱いで、うん、パーンってやったら結構でかい虫がついてたんですよ。俺、これに気づかなかった。気づかないで。気づかないですよ。虫は何なの、このでっかい虫は。何の虫なんですか、黒い、なんかあるじゃないですか。生きてたろ、それ生きてるまま。あ、生きてました、うん、なんかこんぐらいの黒い立てついてて気づかなかったんだなと思って。どこについてたの、それは。ただ背中の辺。気づかなくていいんじゃない、それは。あ、そうか、なんかこの辺にいて、ただもうほんとこんぐらいあったんで、うん、気づきそうなもんだけどなって思って。いや、それは、ね、気づかないよ。気づけないですから、ね、そう、気づけないから、それは大丈夫なやつだよ。それ大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。気づかなくて大丈夫です。だってさっき言ってたよね、あの、だって気づかなくなって、うん、なんだっけ、あ、そうだ、だから、うん、あのなんかなみんなが泣いてるような映画のタイミングで全然泣けないとか、うん、そのザラにあるねみたいな。そうですね、その葬式行ってたんですよ。あ、葬式、うん、3日ぐらい前なんですけど、うん、あの葬式やりに行ったんですよ、うん、誰か死んだじゃなくて、うん、僕はやりに行って、うん、であの時大体心死んでるんで全く何にも感じないんですよ、うん、周りの人わざわざ泣いてますけど何にも感じないんでこうやって突っ立ってるんですけど、うん、その時に松田聖子の赤いスイートピー急に流れ出したんですよ。お別れの曲みたいなの、うん、そしたら急に感動しちゃって、急に感動しさん大丈夫かみたいな。だからだからやっぱどっかもうおかしくなってんだよ ね、 そうですね。もう感動の引き出しみたいなところがもう深くこう感動してるでしょ。あれがするんですよね。だからあるんだけど、はい、自分でどう扱っていいか分かってないし、正しい瞬間に浴びてくれないんですよ。適切な刺激で
その開かなくなってきてるんだよね、うん、もうね泣きたい時全然泣けないのに、うん、なんか変なのでパッと開いちゃって、うん、怖いですよね、だからすごく印象に残る赤いスイートピーになったってぐらいのものだよね、もうね忘れられない忘れられない曲ですね、曲になったってことね、でもまあそれくらいなものだね、そうですね、別になんかしかもそれでやばいなとかも思わなくていいっていうんですかね、泣けて気持ちよかったみたいな感じの感情でしたからね僕は思ったのもそうですね、